ャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。今日もこの時間がやってまいりました。じっくり学ぼう世界近代史、今回は第17回でございます。17世紀の世界、30年戦争丸3、傭兵たちの死闘と略奪ということで、今回も呉間先生よろしくお願いします。よろしくお願いします、前回からミサネーで行こうと、はい、ミサネーで定着させてください。はい、でですね、なんかここに水が今回は、ね、我々ね、あの番組の収録終わってお茶も飲まずに帰ってるんじゃないかって疑惑がね、それを払拭するために水、はい、やっぱりお茶飲んでないじゃないか。まだお茶には行き着かないんですね。そうですね、制作費枯渇してますし水を飲んでいきます。そういうことで、あまりお茶を、ね、送っていただいてもこれまたあの大変なことになる。非常に困りますね。保存その他ものものね、いろいろで飲食物って結構困るんで、はい、ということで本題にいきましょうか。はい、まず17世紀の世界、まあ、1637年に前回が14年移りましたけど、黄巾が秦に変わっただけです。あと基本的に一緒なんで、詳しくは前回見てください。はい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 、で30年戦争は大きく4つに分かれる中で、はい、まあ、ボヘミア戦争とデンマーク戦争、うん、まあ、やりましたけれども、まあ、今回はデンマーク戦争からスウェーデン戦争ぐらいにかけてですね。はいはい、で、次いきますと、うん、でですね、前回あのクリスチャン4世を倒した伝説の傭兵隊長、バレンシュタインの話を、ね、しましたけれども、まあ、こんな顔してるんですよ。はい、傭兵といえばミサネ。傭兵といえば、いや軍事の専門家ということで、自分の役割すっかり忘れてますよね。私傭兵だったのかな。いや絶対違う。いや今の文脈絶対違う。チャンネルクララの傭兵です。いやいや、あながし間違いではないですね。座布団一枚。はいはい、冗談でも私熟成、倉山塾生に座布団1枚とか言ったら、あの家宝しますって言われて、本当あげてるわけじゃない、エア座布団を家宝にしてるっていう。いやじゃあありがたいです、ありがとうございます。そうですね、はい、じゃあどうぞ、はい、どうもありがとうございます、はい、山田君座布団1枚持ってきてね。はい、傭兵要するに金で雇われた兵隊ですよね。はい、ですね、まあ、それの、まあ、一番世界で一番有名な傭兵と言っていいんじゃないかみたいな。傭兵って何かっていう話しますけど、もともと小貴族なんですよ。だから30年戦争のどさくさん紛れて、フェルナンド2世に、まあ、取り入って、であの兵隊とあの金出して、で一気に成り上がると。こいつあの金貸しの才覚があったらしいんですね。こいつとか言っちゃった。でですね、略奪で傭兵ってそれまで成り立ってたんですよ、給料の中に略奪が含まれてる、ヨーロッパの傭兵って、だからまあ立ち悪いんですけど、それを徴税っていうですね、合法的略奪に変えるっていうですね。略奪と徴税ってあの合法的か、権力によって正当化されてるか、ね、正当化されてないかの違いだけですから、やってること一緒ですからね。言われてみればそうですね。ところが、まあ、合法的に権力によって正当化、権力によって正当化して合法化すると自ら差し出すやつも出てくるわけですね。はっきり言って税金とみかじめ料って本質的に全く一緒ですからね。いやこれ本当そうで、聖書なんかの徴税人ってもうヤクザの取り立てと一緒ですもんね、扱い。そう読まないとあれ分かんないですね。でもヤクザの取り立てはまだね、まあ、今月はちょっと勘弁してくださいみたいなことが通用するんじゃないですか。そうでもないですか。桜林先生今税務署敵に回しました。今なんかちょっと誤解招くかなと思ったけど、私今財務省御用学者なんですか。いきなり寝返って AIIB の系で財務省頑張れって散々ね、ADB を守れ、我らがアジカイ守れって言ってるんで、いきなりってな感じで一瞬にして寝返るのが傭兵なんで。変わり身が早いですね。はい、ですね。はい。でですね、まあ、クリスチャン4世に勝ったっていう話は前回しましたけれども、でグスタフ・アドルフっていうライバルがいるんですね。まあ後でやりますけれども、はい、でまあ、結構強いんですよ。神聖ローマ帝国でこの人だけじゃないみたいなぐらい強いんですよ。まあ、あのただあの元々が成り上がり者 で、はい、で小貴族のくせに最後帝国大元帥ですからね。なんだその肩書きって、ねね、普通元帥までだろうみたいな。いやだって大元帥って日本では天皇陛下だけですもん、はいはい、みたいにね成り上がっちゃうみたいな。スターリンだってなかなか大元帥になれなかったくらいですからね、すげえやつなんですよ、はい。まあ、ただそこまでやっちゃうと、あの皇帝の子爵に暗殺されちゃうということですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、
でそのライバルのグスタフ・アドルフ、スウェーデンの一番あの有名な王様の一人ですね、はい、まあ、絶頂期を切り開いた人ですけど、あの、まあ、最終的に11カ国語を話せたらしい、ほぼネイティブで5カ国語みたいな感じで、でプラス6カ国語みたいなね、はい、で幼少から英士と評判で、でノボゴルドってあの今のロシアの一部ですけれども、はい、ポーランドと一緒になってですね、あの後のロシアことモスクワ帝国を蹂躙していくと、イヴァン雷帝がいなくなって弱体化したモスクワ帝国をまあなぶり物をするんですね、うん、でロシアって最初から大国だったと勘違いする人いるんですけど、そもそもこの時ロシアじゃないんですけど、はい、あのむしろあのポーランドとかスウェーデンの方が大国で、もう大きな草刈り場のモスクワであの両国が喧嘩していると、うん、でそのまんま30年戦争へ介入するっていう流れ、ね、あの前回素早くやりすぎました、はい、でグスタフ・アドルフといえばミサネ、はい、やっとね、三平戦術で魂をね、三平戦術だと、ね、三平戦術といえばミサネ、ね、桜林ミサみたいなね、はい、歩兵砲兵騎兵を駆使した名将と言われてますね、はい、三平で歩兵砲兵騎兵のことで、うんうん、で歩兵の横に騎兵を並べて、うん、で歩兵が移動できるようになると、いうことで、まあ、はっきり言えば弓の方が鉄砲より強いんですよね、攻撃兵器としては。それが、まあ、あの殺傷能力が弓を超え、で攻撃兵器に使い、で大砲が移動できるぐらいの軽さにして野生兵器にする、もともと要塞あの攻撃用ですもんね、大砲って、ね、軍事史の専門家として今の説明で間違いないでしょうか、はい、ああ、ありがとうございます、はい、大砲大変大事ですからね、はい、そうですね、はいはい、で、さっきのページのバレンシュタインっていう人をですね、はい、勝ったんですけど、まあ、その戦いで戦死しちゃうっていうね、うん、で、まあ、娘のクリスチーナっていう、まあ、もう遥か後の回であの1話書いてありますけど、まあ、ついで大バルト帝国を作るという、うん、ね、スウェーデンが大国になった時なんですね、はい、ちなみにこのマスケット兵ですね、あのシビライゼーションってゲームやってた時にですね、はい、このまんまの格好で出てきましたね、はい、そういうのがあるんですね、あるんですね、はい、はい、さてそもそも傭兵って何かっていうと、はい、金で雇われた兵隊、うん、で戦闘のプロ集団なんで個々人の戦闘能力は高い、うん、忠誠心は基本的にゼロ、うん、愛国心何それおいしいの、ね、そもそも国がないですからね、この時代、ね、だからこそ傭兵になっていくわけですから ね、 あのスイスなんてね、塊で共和国で国ですけど、そもそも今考えるような国がなくて、使える王様がいろいろいるってだけで、今の国境なんて平気でみんな飛び越えてますもんね、概念自体が違うってことですね、違いますからね、むしろ30年戦争で今みんなが想像する国ができるんです、うん、だから愛国心なんてあるわけがない、そうですね、それね、うん、今の基準で昔にね、ノブもフランスに雇われてるのに、うん、あのオーストリアについてんだみたいな、そうか、今の価値観で語るとやっぱりなんか分かりづらいですね、でですね、はい、だからあの弁護士さんと一緒で、うん、あのこっちについたらまた逆のところにつくみたいな、ね、普通あるじゃないですか、その感覚なのね、傭兵って、だからただ今 の、 あの文明国の弁護士と違ってですね、こいつら平気で八百長とか、ね、あの買収とかやるわけですね、だから基本的に金で片付ける人たちなんで、で戦果報告の捏造っていう、こんな大激戦でしたってすごい絵描いてあの死者一人みたいな、しかもそいつ戦死じゃなくて馬から落ちて事故死みたいな、ね、それで報酬になるんですかね、いや、で、そうやって雇い主から金もらって、お互い八百長で人が死なない程度で引き上げて、で最大の収入源は略奪っていう、うん、だから略奪やめろって王様が言った瞬間全員が槍向けるっていう、略奪やめさせるって大変なんですよね、だからすごい今から見ると非効率なんですけど、他の手段がなかなか実現できないと、で今から見ると国民軍だとか言ったって、やっぱりあのプロの格闘家に対して一般人連れてきて何年で勝てるようになれますかみたいな話じゃないですか、日本でもありましたよね、はい、あの国民軍明治政府が作ったら新風連で失業した武士と喧嘩した負けちゃったみたいな、ね、まあね、思い入れが違いますよね、本当生活かかってますからね、この人たち、生活がかかってる方なのか愛国心が強い方なのかっていう、ね、ね、愛国心はだけど個々のやっぱり ね、 ねパーソナリティによりますから ね、 ね、はい、で、まあ、最終的に常備軍国民軍の方が効率的なんですけど、うん、まあ、なかなかできないっていうね、はい、ひたすらこ の、 あの人間ツリーこれなんか、ね、よく登場しますけどね、まあ、スタッフの趣味ですね
ていうかこれよりマシな絵がないというか30年戦争で一番マシなのがこれですからそうなんですね。はい、ろくなもんじゃございません、はい、さて日本ではですね島原の乱やってるんでしょ、この頃、はい、あの大阪の陣とか島原の乱、はい、大阪の陣もカトリック信者の浪人が、あの散々立てこもった徳川徹底的に潰したって話しましたけど、この時オランダに漢方採取してもらってますもんね。あ、そっか、そうですね。だから、あの島原の乱っていうのは30年戦争日本戦線、だから徳川幕府はプロテスタントよりの中立と、しかも勝った方だらっきりみたいな、ね、まあ、徳川家がねカトリック弾圧した話はやりましたけれど、はい、さてちょうど時間となりました。はい、ちょうど時間となりましたね。私の大好物です。はい、次回は17世紀の世界30年戦争丸4です。リシュリューの国家理性ということでお送りしたいと思います。ぜひお楽しみなさってください。終わる前にあの終わる前、あ、お茶でも飲んで、お茶ですね、ゆっくりすみません、あの我々そんな ね、あの隙間風が吹いてる中じゃないですか、ね、やっぱりね余裕が大事ですよ ね、 ですよね、はいはい、という言ってる間10分オーバーしちゃいましたけどということで、あの2、3人を定着させよう運動爽やかな2、3人お茶を飲む2人、爽やかな2、3人っていうのは本当ですね、はい、ということで来週もお楽しみなさってください。